はい、どうも、イズラブです。はい。まあ、今日は、なんとかね、まあ、ここも結構また散らかったけど、まあ、無事、あれだよ、アンテナ、テレビのアンテナね、膝がガクガク笑いながらも、まあ、なんとか、撤去できました。これで NHK 堂々と断れるっていうのがでかいよね。で、まあ、あとは、こっちの中庭、なんだけども、はい。まあ、できれば、ここ、これが今玄関で、ここだね。このドンまで、来れるようにしたいから、まあ、ちょっと、ほじくって荒らしたんだけど、まあまあ、ちょっと土が多いね。で、まあ、もともとここ、アジサイとか、いろんななんか菜園をしてたっぽいんだ。前の家主の人がね。なんで、多分ちょっとその家庭菜園のためにちょっと粘土質の泥をおそらく入れたと思われる。うん。だってあそこ軒、あそこの窓の下とかは普通に砂利とかあるからね。で、その砂利よりもで、盛られてたってことは多分盛られてたんだろうね。はい。では、まあ、あともう一個問題は、もう一個の問題は、まあ、芋づる方式に、いや、でもまあね、今、ちょうど寒いから、今、活動は、あーっと飛んでったか。活動は、まあ、鈍っては来ているんだけど、まあ、蜂激トレが、まあ、激取れてないと。蜂激取れてないと。はい、2回言った。まあ大体昨日夜のうちにあの板を引っぺがしたんだ。で、あそこに通風口があって、その通風口の裏に未だに多分スズメバチの足長かなあれ。足長かキスズメバチの巣があるんだけど、まああれも今日は、バルサンプロか蜂もぶっ殺せるっていうようなやつが来たんで、ちょっと床下の生態系ごとぶち殺してやろうかなと思います。で、あの、蜂がなんか越冬できちゃう理由が多分この柿の木だと思う。で、今この秋口で、秋口に、あれなんだわ、あの、蜂激トレとか蜂のやつかな、蜂を取るっていうものが効かない理由としても、この柿の木にずっと蜂が止まって、チューチューなんか吸ってるんだよね。だから多分これが一番原因なんよ。で、そして、まあ、静岡行く前にこれ木枝だけ落としていこうかなと思ったけど、まあ、まさかまさかの電動ノコギリだと、電動チェーンソーだと、ということで、まあ無理ですね。はい。なのでまあ来年帰ってきてちょっと電気を引いたら、ボコボコにやります。で、バサバサ切ります、これも。これも切るし、まあ、あとは、ちょっとここだね。この駐車場の、ここのレベルも直します。なんかね、ここ、不気味なんだけど、これカッターの、コンクリートカッターが入った後なんだよね。その意味がわかんない。カッター屋さんが入ってるんだけど、カッター屋さんが入ったくせして、これ結構ボコンって落ちてるんだ、ここで。車入れるとよくわかるんだ。ここら辺がどんだけへこんでるかっていうのがね。まあ今一応かろうじて今板入れたからさ、車が入るようになってんだけど、まあ板1枚分もう落ちてきてるから、これもどうにかしないといけないんよ。でもめんどくさいから、ここ、まあこの柵もぶっ壊すけど、まああのこの塀もぶっ壊すけど、あの木を切った後にね。で、あとは、そこの石もどかして、蜂駆除して、どうなんだろうなぁ。ギリギリね、あーでもね、ここに縦列で入るようにコンクリートブロックをぶち壊したいんだが、いやー無理だな。悔しいが無理か。それか書斎の前まで縦で入るのか、
それか書斎の前まで、だね。多分ギリギリでやれば、いけると思う。でもそうするとね、まあ多分家の前まで行けば、雪が落ちてくることないんよ。屋根がこうだから。あそこのね、窓の前だったら。で、多分この書斎の、ここに入れちゃったら、ここ。まあ屋根がね、こっちに傾いてるから、まあ雪で車ぶっ潰れるのかなっていう感じ。だから、あとはどうしようかな。まあ、あとは単管でどういうカーポートっぽい屋根を作るかだよね。まあ、そのためにはどうしてもこの柿の木邪魔なんで、まあ、ぶった切んなくちゃなという感じで考えてて、まあ、はしごも今日来たから、まあ、できるっちゃできるし、まあ、あとここだね。これだね。動画上これなんだけど、なんて言うんだろう。あれはね、家に、電気を引っ張ってくる、電線的なワイヤーか、電話線か。電話線だから、まあ、ぶった切っても全然問題ないよね。まあ、全然問題ないので、まあ、あとはこの枝だけ。で、枝は電柱にもかかってないし、まあ、あとは、この、ここのね、歩いてる人にぶつかんなければいいレベルなんで、まあ全然ぶった切れるっちゃぶった切れます。で、あとはどこまでドカンドカンと落として、据え切って据え切って、まあ薪にできるかよね。できればもう今のうちから、切ってね、薪にしたかったけど、まあそれは無理なんで、まあとにかく頑張って、来年のゴールデンウィークまでどうにかするわ。っていう、報告でした。